いセンスだ。はい、できた。おお、よくできてるじゃないか。えへへ、よかった。はは、可愛いやつだな。どれ、その絵のうまさと可愛さに免じて多めにおひねりを出してやろうじゃないか。いいの？王さ、才能や努力には相応の見返りをしないとな。ありがとう。姉さん、まったく可愛い娘を連れてきましたね。そうだろ、娘の可愛さは幻想郷随一だ。地上で暮らしてる間にすっかり明るくなったし、社交的で可愛くて私感動しちゃったわ。いやあ、さすがダダムは、娘を自分の本当の娘のように可愛がってくれたおかげで昔の明るくて可愛い性格に戻ったんだからな。だがな、パパ呼びしているのは少し気に食わないな。私もパパって呼ばれたいのに。いや、人の場合ママだろ。あはは、可愛いところあるじゃない、人気ママ。たく、笑うなよ。そうそう、可愛いといえばこっちも。善人さーん、注文お願いするわー。は、はーい。お、お待たせしま、した。いやー、似合ってるねー。だな、ダンスクダンスク。よかったら規定のアイドルやってみないかしら。こんな可愛いなんて妬ましいわー。そ、どうしてこんなことに。じゃあ始めようか。1ヶ月後に渡す親父たちへのプレゼントを考えるかよな。ようやくパパに対して素直になったわね、マリさん。からかわないでくれよ母さん。娘が悩んでるって真っ白から聞いたから一緒に考えようって思っただけだよ。ふふ、どうかしらね。で、娘は何かをプレゼントしたいのか、それとも何かをしてあげたいのか。見ての通り、考えついてないんですよ。プレゼントするにも、何かするにも、やりたいことが多すぎるって感じなんです。だよな、娘のことだからそうだと思ったぜ。だったらその日はずっと一緒にいてあげたら、思いついたらその場でできるようにさ。それに一緒にいてあげることが最高のプレゼントじゃない？あのね、そんなありきたりな答えを聞いてるんじゃないの。娘ちゃんは普段できないようなことしてあげたいのよ。むう。いい考えだと思ったのに。まあ、おバカちゃんにしてはいいこと言ったとは思うわ。おバカちゃん言うな。こらこら、喧嘩はやめとけ。いつもと、違うこと。お金、かかる。なら、私、お仕事、する。だ、大丈夫なんですか？すみちゃん、何もそこまで無理しなくても。そうだよ、逆にガムお父さん心配しちゃうよ。そんなことになったら、スメちゃん嫌でしょ？うん。でも、自分の力でやんないと、本当の意味で恩返しできない、スメちゃん。なら、スメ、頑張れる覚悟はあるか？うん、ある。よし、いい返事だ。ならこのマリサ様が人肌脱いでやるぞ。え、だ、大丈夫なんですか？なら私たちも。いえ、マリサに任せてあげて、マリサがこうなった時はもう止まらないわ。でもそれ以上に頼もしいんだから。そうですか、ならマリサさんに任せましょうか。ルカも、それでいいわね。わかった。実はいい考えがあるんだ。メインは私が、サブは真っ白とルカに任せてもいいか？私にできることなら何でも手伝います。私も私も。よし、それじゃあ、娘のお仕事大作戦。開始だぜ。それがどうしてこうなったんだ。一ヶ月、ガムたちにバレないように働くため。娘の規定と称して規定でアルバイト。その間、真っ白とルカは、絶対にガムたちを地底に生かさないようにする。スメが働くなら、
同じ場所で働いた方がキツネの様子を見られる。そして私たちはその斡旋の代償として、おじさんに可愛い格好させて働かせる。しそうね。キツネは得意の絵描きで、ここに来る客の似顔絵を描く仕事を、マリサは店員で働くってことでな。地底は湿気とか暑さもあるんだから、働くにはちょうどいい服でしょ。それにマリアを見てみろよ。あのすっげー感動した顔な。マリサがあんなに可愛く、あたしはこれだけで満足よー。か、母さんまで。マリサ、大丈夫だよ。すごく似合ってるから。マリサの普段見れない服見れて私嬉しい。それにマリサが一緒に働いてくれるから楽しいよ。はあ、キツネいい子すぎるだろ。好き。えへへ。はいはい、イチャつくなら後でにしなさい。しっかり働くの頑張りなさいな。うん、わーってるよ。キングクリムゾン。あのね、ガムちゃん、ガムちゃん散らさないで。はあ、スメちゃん怪我してないかな。悪い人に絡まれてないかな。ここ数日ずっとあんな感じですね。食事も睡眠もあんまり取れてないそうです。まさかここまでとは思わなかったわ。まあわからなくもないけど、このままだと仕事もまともにできなくなっちゃうね。オガム、私とキツネの時間だぜ。ただいま。おかえり、スメちゃん。スメちゃんいなくてパパ寂しかったよ。ごめんね、パパ。ようやく帰ってきたわね。あ、この様子じゃ相当重症なようだな。まったくその通りよ。だから長期間離れ離れにしないでよね。仕事、ままならなくなるし。すみません、お父さんの親バカっぷりは。わかってるつもりでしたけど、改めて想像以上なのがわかりました。本当だよ、キツネが羨ましくなるくらいだ。それでキツネちゃん、1ヶ月何してたの？うん、地底でアルバイトしてた。え、なんで？お金欲しかったの？それなら僕があげるのに。うん、違うの。自分でお金もらってパパにプレゼントしたかったの。それでこれパパにプレゼント。え、これを？パパ鉱石好きでしょ。私のお金で指定の鉱石屋さんで買ったの。あぐ、嬉しすぎるよー。は、仕方ないわね。ガムちゃん、今日は休みでいいわよ。キツネちゃんとね、いっぱい遊んできなさいな。ありがとうございます。ほらお父さん、せっかくだから3人で行こ。うん、マリサ、キツネちゃんの面倒見てくれてありがとう。はいはい、どういたしまして。みっともない泣き顔で人里歩くなよ。うん、黙って見てたけど、彼、いいパパだね。まったくだぜ、母さん。さて、行くか。ヘカジア、ちょっと着替えに部屋借りてもいいか？いいわよ。まあ、そんなわけで今は細々とやっています。
そうか。食べていけているなら安心だ。お話中失礼しますわ。どうしたんだ姫か。お客様がいらっしゃりました。ご当主様に会いたいとおっしゃってます。お客だと？今日そんな用事は入っていないはずだが、誰なんだ？会えばわかります。とりあえずここに通してくれ。それじゃあ、僕はおいとました方がいいですね。いえ、大丈夫ですわ。むしろ凛之助様もいてください。僕もですか？もうそばに来てもらってるので、通しますね。失礼します。お父様。へ？顔が見たくなったので、寄らせてもらいました。マリサ、なのか？そうですわ。自分の娘の顔も忘れたんですか？その悪態のつきぶり。確かにマリサだな。私も言うわよ。ああ。お帰り。マリサだったんだね。一瞬どこの美人さんが来たのかと思ったよ。そりゃどうも。それで、どういう風の吹き回しなんだ？今まで、こんなことしなかったから、何がいいかわからねえけど。これ、やるよ。担当？ご神用に。な。そうか。ありがたく使わせてもらおう。よくできている担当だね。あの刀身の輝きからするに、ミスリルかオリハルコンあたりかな。魔界に行って取ってきたのを加工してもらったのかな。あらりんちゃん、察しがいいわね。母さん、それ言っちゃダメだろ。ごめんね。はぁ、相変わらず危険を顧みないな。はいはい、気をつけるよ。自分を過信せずに、だろ。わかってるならいい。じゃ、私は帰る。待て。なんだよ。今日は、せっかくだ。止まっていけ。親父？あなたったら、ようやく素直になったのね。もしかして、マリサに感動しちゃってる？今声をかけないでくれ。にし。だったらお言葉に甘えようかな、お父様。ああ。ぐ。やめろと。言ってるだろ？今度こそいとまかな。いいのよ別に、長雨ちゃんも泊まっていきなさい。凛ちゃんだって、家族なんだから。それに、二人とも恥ずかしさが頂点になってるからさ。なら、お言葉に甘えさせてもらいます、マリアさん。